次は沖縄チャタンでございます、うんうん、パソコン工房グッドウィルチャタン店に。いや初めてですね。動くんであれば性能的にはあんま変わらないよって感じですか。あ、性能で言ったらですね、うん、もう絶対に変わらないはずです。あの新しいのを使うってことで、じゃあはい、いいですか。努力します。ありがとうございます。僕もすげえ頑張ります。もう本当ですよ、二人とも。一三トラ一一店長やってます。何かご不明点ございましたらお気軽にお声かけください。お気軽にどうぞ。何でもいいですよ。モニターも相談乗ります。何でもお答えします。大丈夫です。スマホにパソコン、ディスプレイ、あとは人生相談もやります。奥様との関係がうまくいっていない、旦那様との関係がうまくいっていない、大丈夫ですよ。そういったご相談でも受けたまっております。もちろん大丈夫です。独身なのにね。上司と反りが合わない、部下と反りが合わない。それにピッてめっちゃ向きましたけど大丈夫ですか。今ちょっとスタッフさんがちょっと話しましたね、はあ、パッて、こっそり後で相談受け付けましょう。反りが合わない、ピッて向きましたね。ではお名前をお伺いしてもいいですか。島袋。島袋さん、はい、本日のご相談内容を教えてください。実はですね、うん、出張で、持っていくモニターを探してるんですけど、ポータブルモニターか、はい、24インチぐらいでできれば、うん、ゲーミングじゃなくて普通の、はいはいはい、IPS か VA パネルで、うんうん、IPS か VA でツインモニターにしたいんで、ベゼルはなるべく狭い方が、なるほど、うんうんうん、で端子なんですけど HDMI とディスプレイポートと D サブが欲しいんです。出張ってどのぐらいの期間行かれますか。半年ぐらいですね。あ、結構行かれるんですね。じゃあ置くものでいいんですね。あ、もちろんデスクトップで、ポータブルじゃなくて大丈夫ですね、はい、うんうん、あ、じゃあ解像度ご希望ございます。まあフル HD、ね、フル HD ですかね。まあ図面触るんで、うんうんうん、あ、今日多いですね、設計の方。いや多いです。図面ってどういった図面になりますか。ね、まあ橋梁ですね。橋梁、橋、だいたい今このうん、スペックだとどのぐらいなのかっていう、そのなんか世の平均みたいなのをまず調べましょうか、うんうん、はい、かなりボリュームゾーンなんですよ今おっしゃられた、そうです、このなんていうんですか、うん、条件は確かに。そのゲーミングモニターって最近モニターっていうとイコールゲーミングモニターみたいになりがちですけど、そうですね、はい、そうじゃないんだよねっていう方も結構いらっしゃるのでですね、あ、ちなみにあの、はい、表面の、ノングレアで、あ、ノングレアで、はい、ですね、はい、最安の部類がですね1万5000円ぐらいがかなりお安いラインになってますね、で、お高いやつだと4万7000円ぐらいまであります。それはいらない。かなり1万5000円から4万7000円ぐらいまでなんで、はい、幅広いです。予算どのぐらいかお聞きしてなかったですね。そうですね、うん、多分1万5000レベルぐらいのやつがいいかなっていう、うん、合わせて3万とか、3万ぐらいですかね。例えば飯山のプロライトシリーズで、23.8 インチ DP、HDMI、D サブの3系統で、であればいいんですが、はい、似たようなモデルで型番がちょっと近いものとかあったりするんですよ。ちょっと探しに行きましょうかね、はい、この辺もありますよ。 IPS で、うん、こちら当店のおすすめ商品でして。いいですね。でもどうもよくないですか。そうなんですよ、ちょっと待って、私が見つけたのに。 23.8 で IPS でフル HD で、もういいですよ、はい、いいですよ、もうね。で、HDMI ディスプレイポート D サブついてて、15ですね、うん、15,098円、税込み、うん、こちらちょっとキープですね。電球 GW2480、 こっちは結構ゲーミング系もあるんですけどね、うん、これじゃない、さっきの XU2493HS ね、これっぽいっすよね。店長、はい、これ HDMI ディスプレイポート D サブついてます、これ。はい、あのお値段的にですよ、はい、ちょっと
上がっちゃいます。ちょっと計算しましょう。36,676円かな。で、先ほどの弁球がおいくらだったかな。弁球のやつはもっと安かったです。36,196円。うん、ってことは6,000円ぐらい差が出てきますね。ですね。ちょっとこの弁球について調べてみましょう、はい、もうちょっと。スピーカー 1W 掛けについてます、うん、それからですね、チルト機能ありますね。一応チルトはあります、うん、ケーブル収納がスタンド側にありまして、はい、こういう、ここにも書いてます、スタンド背面に収納があります、うん、でウルトラスリムデザインというデザインで、うん、まあ、かなりスリムな構成になっております。多分大丈夫だと思います。あ、いいですね。え、値段で決めるんだったらそれでいいかもしれないですね、うん、はい、はい、分かりました。社長、はい、どうされたんですか。いや、なんかちょっと安いの他にもあったかなと思って、あの、はいはい、あ、セットなんですね。そうなんですよ、うん、この辺もいいかなと思ったんですけど、まあ、こっちの方が今島袋さんが思ってる方かなとは思いました、うん、そうですね。今一応最後まで全部確認してから来ようと思って。素晴らしい社長、はい、2枚買われていくってことですよね。そうです、そうです。これね、どう見ても今僕の目には 1個しかない僕も1つしかない。そんなことないですよ。ちょっと聞いてみますね、はい、ちょっと社長ここで談笑しててもらっていいですか。社長はあなた特化品なんですよねこれですよね。ちょっと下手をするとそんなに玉数がないかもしれない。でもね、はい、確かにね、こうやって見ると劇的に安いですね今の、はい、店長、はい、お待たせしました。お待たせした社長。アリマ引っ張るなおい。アリマ、アリマスーツ。おー、やったじゃん。はい、あります。いけます、2枚いけます。ありがとうございます。2枚はあります。じゃあそれにさせていただきます。ありがとうございます。はい、はい、はい、すいません、引き継ぎますね。いや、非常にね、やっぱりここパソコン工房グッドユル茶炭店、うん、品揃い、ディスプレイ、とにかくめちゃめちゃディスプレイ多いですよね。めちゃめちゃディスプレイの品揃えいいのよ。ちょっと舐めて見せられるよこれ。だから、あまりに多くて展示できてないので、気になる方はちょっと見てもらって、でさらに箱とかの中に入ってるものもあるので、うん、そう、うん、なんか店員さんにお聞きいただければ、こういうのが欲しいって言ってもらえれば、うん、展示してないものでも箱にね、上にもずらっと箱にすごい数だよ、だって、うんうん、いや、本当に、うん、すごいですよね。いや、だってあんな特価でもさ、やっぱ調べて分かったけど、うん、やっぱ最安級下回ってたからね。うん、お車まで運ばれるということで、これはそうだね。あ、でも車ちょっと遠いんで。あ、本当ですか。持って帰ります。じゃあもうここで、はい、じゃあ今日のお土産と一緒に、あ、こちら、あの、相談内容とシールと入っておりますので、す、気をつけて出張行ってきてくださいね、はい、はい、気をつけて行ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。では本日のご相談はどのようなことでしょうか。あ、そうだ、自作 CPU を作るとしたら、うん、はい、どういったのがおすすめなのかなと、うんうん、あまり別にゲームとかはしないんですけど、うんうん、ちなみにゲームをしないとすると、しないんですけど、逆に何をしますか。音楽ファイルちょっと貯めたいなと思って、うん、あとは写真とか、うんうん、なるほど。じゃあ普通にファイルを実行する環境があればいいんですね。そうです。なるほど。そしたらもうだいぶお安くできますよこれ。あ、そうです。すげえちっちゃくできますよ。あ、うん、パソコンを。あ、そうですか、うん、これ、ナックでもいい。ナックおすすめです、うん、で、なぜナックを押すかと言いますと、うん、まあ、非常に自作が楽なんですよ。仕組みを知るっていう上でもナックって本当になんか、あ、こうなんだこうなんだっていうのも、うん、で、まあ、ちょっとした日曜大工感もあるしみたいな。あ、まあ、そうっすね、うん、あれ、私はすごい楽しかった。自作してる感はあるんですよ、うん、こういうちっちゃいパソコンなんですけど、うん、手のひらサイズに乗るやつで、
性能はノート PC と同じぐらいです。あ、そうなんですね。結構いいんですよ。なんかね、動画の編集とかゲームとかになるともちろんダメですけど、そうです、そういうものじゃなければ、うん、で、必要なのがですね、メモリー、それからストレージ、うん、それから OS だけなんですよ。うん、CPU いらないんですよ、はい、なぜなら NAC というのはですね、俗に言うベアボーンというタイプの、うん、キットになっておりまして、うん、NAC の中には CPU とマザーボードと電源ユニットが入ってます。あ、そうなんですか。で、別にそれ買った後に組み立てなくて大丈夫です。うん、マザーボード上にですね、メモリースロットとストレージスロットがありますので、うん、そこに買ったメモリーとストレージを挿すじゃないですか、画面出すじゃないですか、 OS をインストールすれば OK です。本当本当このぐらいですよね。そう、すんごい、ランチパックぐらい。そうですね、本当そのぐらい。あの、過去ですね、なんとアスキーチャンネルでナックのご紹介しておりますので。あ、そうです、自作してます。探していただけると多分あのNACで出てくるはずなので、はい、あのぜひご参考にしていただければ。わかりました。嬉しいですね。はい、解決というか大丈夫ですか。大丈夫です。はい、また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっと解決だけ、解決だけやりました。せーの、解決。ありがとうございます。ご存知ですか、これ。あ、さっき見ました。未来へつながるパソコン工房、幸せ広がるパソコン工房。はい、ベスト NDAIPC。 その名に恥じぬ仕事を、今日も受け負う幸せ、聞いておくれよ、なんでも損はさせない、一途な頑固者だよ。はいよ、ちょうどしゃべり、本当に、やばいやばい。さっきのせいだから、もう最後に本領発揮したよ。やばいじゃん、お前スーパースコールだよ。シャーじゃん、これ。いや、もうちょっと絞れるぐらいの社長。ゴー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